選手との対立が続いてきた全日本テコンドー協会は正会員総会を行い、新理事11人を満場一致で承認。金原前会長の退任が正式に決定しました。肩の力が抜けたっていうのかな、すがすがしいですね。私はね、新会長には卓球協会名誉副会長の木村浩二氏が就任します。テコンドーを愛する選手、指導者、役員、精一杯バックアップすると